さあ、たどり着きました。今回はね、ちょっと MP が前回来た時よりは減っちゃったかな。はい、ということで、まず装備を。破壊の剣にしまして、鎧はこれで OK。はい。はい。ということでね。で、鎧ですけど、まあ、鎧はもうね、魔法の鎧はいいかな。ミンクのコートと水の羽衣なんで、もうこれはもう十分かなと思います。はい、ということで、はかぶさの剣で、いきたいと思います。よいしょ。これでちょっと楽になるかなとは思いますけども、さあ、じゃあまあ、また行きましょうか。同じとこまで行きますね。これってあれなんですね。アトラス一回倒したら出てこないんですね。またアトラス戦からやと思ってたんだ。なんだんだ。はい、出たバウズーズー。さあ、さっきと同じ戦法でいきますね。力の盾で、力の盾でという感じで。はい。はかぶさなんで強めです。攻撃力が。ただ、ザラキをね、効かされると強いので、怖いので、うんね。違う、間違えた。あ。マヌーサザラキ使えるんちゃう？やめとこう。さすがにそれはやめよう。いや、マヌーサザラキというあの技もありましてね。あー、でも、やっぱ、ハカブサの剣って強いな。簡単に倒せる。いや、当たり前ですけど、ハカブサの剣って強いな。マヌーサザラキっていうのは、マヌーサがかかった敵にやったら、100% ザラキが効くという。技なんですけどさ、3体目出てくるかな？ベリアル！はい。まあ、同じ戦法でいこうと思います。間違えた、防御じゃない。力の盾。力の盾。先回復しちゃい。おーっと、スクルートしてきた？マジか。そうか。ただ、ルカナン。聞くかな？意味あるかな？いや。そもそも、破壊の剣が強くて、あんまりスクル、てか、敵スクルートしかしてこんな。あ、これさ、スクルートばっかりしとけば、ちゃうわ、ルカナンばっかりしとけば、スクルートで終わるんじゃない？敵。あ、よっしゃ。ちょ、はかぶさの剣強すぎじゃない？これ。じゃあここまでついに。ここはハーゴンのいるとこでしょ、どう考えても。さあ、ハーゴン戦行っちゃいましょうか。次回のお楽しみにしましょうか。はい。ということで、次回ハーゴン戦行きたいと思います。では、はい、どうも、ポルクです。今回もですね、ドラゴンクエスト2悪霊の神々やっていきたいと思います。さあ、ということで、待ちに待ったハーゴン戦ですよ、皆さん。はい。ハカブサの剣なのでね、結構簡単に勝てるんじゃないかと思ったりしてますけども、まあもう、ここまでたどり着くのにどんだけ疲れたか。どんだけもう嫌になったか。というところですけども、ついにたどり着くことだ、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 だ。誰じゃ私の祈りにお邪魔するものは。愚か者め、私を大神官ハーゴン知っての行いか。いや、知らなかったんです。ごめんなさい。はい、はい、すいません。あー、なんやねん。あ、先制攻撃してくんの？やめてえな。クッキーがちょっと呪文に弱いね。60も食らっちゃうか。まあ、とりあえずポルが戦うで、あとは回復回復っていう、まあ普通に今までの戦法でいきますね。よし、いいよ。イオナズンばっかしてくれん、こいつ。よしよし。ただ、ハーゴンの HP がどんだけかわかんないからね。で、ま、力の盾で、ちょっとマイコ死なんかな。マイコ死なんとってな。お願いよ。ハーゴンやっつけた。やっぱ、ハカブサの剣強すぎる。ハカブサの剣強い。もうハーゴン倒しちゃったけど、まあまあ、これで終わりじゃないんですよね。はい。我が破壊の神、シドウよ。今ここに生贄を捧ぐ。グフ。え？あれ？回復しよっと。
あれ回復できちゃうの、ここ。ここ回復できんのや。で、指導はどうやったらいけんの？話す。誰もいない。あ、もう一回邪神のぞ。ああ！なに、びっくりした。え、なになに？ああ、攻撃されてる。ああ、床が。床がどんどん割れて。出た！指導、でかすぎていろいろな枠を突き破って、マイコの MP とか見えないですね。HP も40しかないように見える。ああ、出たぞ、指導。さあ、もう勝つよ。勝ってしまうよ。もう、はかぶさですからね、なったって。先方はずっと一緒、同じで。いきます。先に回復しちゃいけない。意識をなくした。眠られたら困るってか、攻撃力高え。まあ、力の盾で、ベホマしますか。はい。死ぬ。多分、ポル死んだら、ダメだから。よいしょ。力の盾。クッキーが死んだ。マジか。かわされたらね、クッキー死んだよ。とりあえず戦うで、世界中の歯を使いましょう。あ、間違えた。何してんの？間違えたんですけど。勝っちゃった、もう。勝っちゃった。いや、ハカブサの剣って強いね。ハカブサはちょっと、やりすぎたかもしれないと思ってしまった。ここまで来て。倒しちゃったわ。どこ行けばいいの？いや、え、は？え、どこ行けばいいの？満タンにはなったけど、ん？どこに行けばいいんですか？ちょっとごめん、話聞いてなかった。え？精霊の声が聞こえるとか。え、どこ行けばいいんですか？え。とりあえずルーラーでここに帰ってきて。ん？あっさり倒しすぎたわ。ちょっと、申し訳なくなっちゃった。ちょっとなんかここまで来て。はかぶさは使わなければよかったね。見応えもクソもなかったですね、今のはね。まあでももう、まあもうね。宿命ですよ、これは。このゲームの。しかも、トラマナなしでも歩けるようになってるし。平和が戻っちゃった。あっさりと。いやー、申し訳ないですね。申し訳ない。いや、やっぱ、ハカブサはやりすぎた。ハカブサはやりすぎでした。ちょっと。あっけな。あっけな。ローレシア戻ればいいのかな？敵ももういなくなったのかな？はい、じゃあローレシア行きましょうか。もう、ちょっと苦戦したかった。ハカブサが強すぎた。いやー、ハカブサ、魂売らなければよかった。いや、でも、ハカブサがなければね、またこう、ムカつくだけ、ザラキ。あ、でも、あったら、倒すたびにいなくなるんやったらさ、次の敵で死んでってやって、最後、ようやく指導にたどり着いたとか、なんかそういうのでも、よかった気はするな。いやー、ちょっと、やっぱり、ダメだね。ハカブサとかやったら。いや、うん、やっぱバグ武器は強いというのが、教訓なんですけど。いや、一瞬で勝っちゃった。これは、つまらなかったね。いや、でもね、ハカブサ使いたくなっちゃうぐらい、このゲーム、最後がね、鬼門なんすよ。いや、まあいいや。さあ、ということで、城に帰ってきました。さあ、またね、ほら、ワンと同じ感じやわ。隊列を組んで、はい、早く王様の元へとか言うんでしょ、この人が。ほら、ね、一緒ですね、ここはワンと。さあ、はい。先にインってなって。お？え？は？なんやお前ら。何してんのお前ら。さあ、行きなよ。なーに、照れるなんてあなたらしくないわよ。なんだこいつら。なんやこいつら。急になんか、ねえ。はい。王子ポルよ。さあ、さすがは我が息子。元の血筋を引き締もの。
王位を譲ろう。いや、いらないんです。いらないです、そんなものは。そんな私なんかが王なんておこがましい。いや、ありがとう。新しい王の誕生。はい、来ました。三人揃って、これからも三人で力を合わせ平和を守ってくれ。もうね、指導がいなくなったので、ポル王万歳。ポル王、さあ始まったエンディングが、あー、平和が訪れました。いやー、なんかね、途中まではあの普通の RPG で楽しかった。で、あのロンダルキアの洞窟もあの散々難しいってあのネット見たら書いてあったんですけど、僕は別にあんなもんでいいと思うんですよ。そんなに難しいと思わなかった。まあ、敵強かったとかはあるけど、まあそのザラキとかね、そんななかったから、普通に強い敵がいて、でまああのダンジョンの作りも散々あの落とし穴とかループとかめっちゃ嫌やったけど、まあ嫌やったけど、でもあの頑張ろうってまだ思えた。あそこはまだ良かったよ。ロンダルキアついてから、何あのザラキとか痛恨とか、もういいかなってなっちゃって、結局ハカブサの剣に手を出してしまい、ラスボスが一瞬で死ぬという、まあそんなあの展開を迎えてしまいました。いやーね、ハヤブサのまま行けばもうちょっとこうラスボスらしく楽しく苦戦できたかもしれないんですけど、まあね、ザラキが悪いんですよ全部。いや、全部あのザラキとかあのああいうのが悪い。いや、もう自分を正当化しよう。うん、だってあのザババやったっけ、あいつですらザラキ使ってくるやん。ああいうやつって普通ザラキとか使わないんですよ。それで一回全滅したからね。でポルが死んだらもうどうしようもないっていう、そこがねネックだったので、ハカブサに手を出してしまうと一瞬だった。なんだこれは。うん、まあ、なんかもう今までの散々の苦労がハカブサによって一瞬で消えてしまった。はい、そんな感想ですね。はい、でまあ、あの途中のとこもね、謎解きがあったりして、あの北の浅瀬にとか言われて、何から見て北なのっていうのが曖昧やったり、あとはなんかな、なんやろ、ちょっとそれ、あ、ラゴスとか、ラゴスのいる位置とか、あ、もうエンディングが終わっちゃう。ラゴスのいる位置とかも難しかったね。うん、ちょっと謎解きがかなり難かった。ヒントが少なかった。まあでもね、これがあのこういう形式のちゃんとした RPG として、日本の初めのやつですからね、ジ・エンド。いや、ちょっともうちょっと喋りたかった。はい、ということで、まあドラクエ2はこれで終わりということになります。うん、うん、ということでね、次回から3、そして伝説へと行きたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。